いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデルプジョー 308SW アリュールブルー HDI ディーゼルターボをご紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、大きな傷やへこみはございません。新車に近いコンディションを保っております。アクセルを踏んだ瞬間に味わえる圧倒的なトルクと加速が魅力の1台です。外装色はオプションカラーのダークブルー、内装色はグレーファブリックシートを採用しております。ヘッドライトは LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックは 1.6 リッター直列4気筒ディーゼルターボチャージャーが搭載されており、最高出力は120馬力を発揮します。足元には純正16インチアルミホイールが装備されております。またタイヤの山に関しましては前後キューブ山程度となっております。続きましてトランクスペースのご紹介です。トランクは手動での開閉となります。続きましてインテリアの紹介です。ステアリングは3本スポークのマルチファンクションステアリングです。こちらのお車にはクルーズコントロールが装備されており、快適なドライブもお楽しみいただけます。バックギアに入れていただきますと、バックカメラとパークセンサーが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトは6速のオートマチックシフトです。続きまして後部座席の紹介です。後部座席に関しましても新車同様綺麗な状態を保っております。合わせて気になる車内の匂いですが、おタバコの匂い等はいたしません。今回は2018年モデルプジョー 308SW アリュールブルー HDI ディーゼルターボをご紹介させていただきました。走行距離から見ても新車と同様のコンディションを保っております。この機会に進化したプジョーの走りをお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。